皆さんこんにちは。アウトドアプロデューサーの長谷部正和です。今回もビーパル公式 YouTube チャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。この回ではこちらナタの使い方を皆さんにご説明したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ぜひ使いこなして楽しい焚き火ライフを過ごしてください。では早速使い方の話をしていきたいと思います。今回のナタなんですけれども、大きく分けて両刃片刃っていうのがあります。それはこの刃の部分ですね、刃の部分が斜めに片方だけなっているのが片刃、両方が斜めに切れているのが両刃です。特徴としては両刃の方はまっすぐ落ちる、片刃の方は少し斜めに入っていくっていう特徴がありますが、今回の使い方の説明に関しては気にしなくて大丈夫です。早速使い方の話をしますが、まずはナタの形を見ていただくと特徴的なのが刃が長くって持ち手があるというふうになっていると思います。大きな用途として最近流行りのブッシュクラフト用のナイフがもっと大きくなってパワフルになったものだと思っていただければ大丈夫です。ですので使い方もそれと同じっていう風な考え方でいいと思います。早速まずは割ってみましょう。しっかりとグローブを使っていただいて、そして、これぐらいの太さですね、10センチぐらいかな、こちらの方を割っていきます。刃を合わせていただいて、一般的な割り方は刃がしっかり入った状態から下に叩いていく、で半分に割るっていう方法もありますし、ブッシュクラフト的な考え方でいうと上に刃を当てて上から叩く、その時に後半は真ん中ではなくて端を押して、そしてグリップの方も下に力を入れていくときれいに入っていきます。こういう割り方が一般的な方法になります。先ほど2つ紹介した薪の割り方ですけれども、気をつけるポイントがそれぞれありますので、ここでお話をしていきます。まずは刃を食い込ませて叩き割る方法、この時に一番怪我が起きるのはナタの刃よりも下に手があると必ず怪我をします。ただし食い込ませる時にはどうしても手を添える必要がありますので、できれば刃から少しずらしたところを持って、しかも軽く食い込ませて、もう外れないよっていう段階になったら必ず手を離してまっすぐ落としていきます。こんな感じですね。そしてブッシュクラフトのように上から叩いて割りたいときは、僕は右利きなので右手で叩きたいので刃物は利き手と逆に持ちます。慎重に刃を当てたらもう右手は刃の下に入れません。叩くときに上から、あとは叩くと、その時に右側を叩いて左側は下に力を入れる、ここがポイントになります。で、大切なのは地面が平らになっていること。この地面が斜めになっているとやってる途中で刃がずれてしまって怪我をするので注意してください。では行きます。初めは真ん中辺で食い込むまで、後半は端っこを叩いていく。で、この時に刃が落ちた時に指を切らないように必ず刃よりも上に手を置く。こんな感じですね。はい、こうやって割っていきます。はい、ナタで薪を割る方法は今お伝えした2通りありますが、ナタの一番大きな特徴は細かな作業もしやすいっていうことです。もちろん刃をしっかり研いであることが前提になりますけれども、ブッシュクラフトのナイフの大きいバージョンということで、例えば細かく細く削っていくこともナタの場合はとてもしやすいっていう特徴があります。こんな感じですね。こんな感じで、もちろん
かりと当てて斜めに切っていく、こういう作業もできますので、ちょっと作りたければペグみたいなものも簡単に作っていくことができるというわけです。次は通常ナタを使ったり手斧を使ったりするときはこうやって巻き割り台っていうのがあった方が便利なんです。なぜかというと地面に刃をちょっとでも当てるとすぐ欠けてしまうので、またしっかり研ぐという作業が出てきてしまいます。なのであった方がいいんですが、ナタに限っては実はそれだけではないんです。この刃が長いというのを生かして、例えばここが地面だとして、そうすると刃が落ちるあたりに薪を置いておきます。そしてナタでしっかりと割るときに地面の上で割っても最終的にこんな感じで刃が地面に当たらず薪に当たって刃こぼれがしにくいっていう風な特徴もあるので、最悪薪割り台がなくても刃こぼれさせずに、そして安全にしっかりと薪を割るっていう特徴があります。いかがだったでしょうか。ナタの使い方復習をしておきます。まずは刃を食い込ませて落としながら割る、そしてブッシュクラフトのように上から叩いて割る、そしてナタは細かな作業もしやすい、この3つの特徴があったと思います。そして地面で薪を割る時も前に薪を置いておけば割り終わった後刃が地面に当たらずにしっかりと安全に割ることができるというような特徴があります。ぜひこちらを覚えていただいて、あとは何回も練習する。そして今日僕が使ったのはこういう針葉樹っていう薪なんですが、ナタを使う時の練習用としては筋がまっすぐでとても割りやすいので、こういうので練習していただくといいと思います。いかがだったでしょうか。今回のビーパル YouTube チャンネル楽しかったらぜひよかったねいいねボタン、そして公式 YouTube チャンネルへの登録もよろしくお願いいたします。ではまた会いましょう。ありがとうございました。